自民党に離党届を提出しました舛添前厚生労働大臣が今日午後新党改革を結成します参加メンバーはご覧の6人舛添氏を除く全員がこの夏の参議院選挙で改選を迎える議員たちです改革クラブからの3人と自民党から公認を得られずに離党届を出した2人の議員による船手です淡々としかしあの着実に 新しい政治を作るために進んでいきたいと思います新党改革には舛添氏のほか改革クラブから渡辺代表や新井幹事長ら3人と自民党に離党届を提出した矢野哲郎氏と小池雅勝氏も参加し6人の参議院議員でスタートします代表には舛添氏、幹事長には新井氏が就任しますが党を新たに作るのではなく改革クラブを衣替えする形です 舛添氏は現在、改革クラブが国会で自民党と組んでいる統一会派を解消する考えを示しました。国民的人気の高い舛添氏が一旦改革クラブに入党し、新党に衣替えすることについて、与野党双方から選挙目当てだ、政党交付金狙いだなどといった批判が相次いでいます。